トゥルトゥルで言うと、なんですかね、そのちょっととんがった音が多いんですよ。で、あとはいろんなボイスパーカッションは、ね、これちょっと丸みを帯びた音なんですけど、これって人の声とすごい合うんですよ。そういう音をこうアカペラの要素とうまく混ぜて、こう聞きやすい音楽、より聞きやすい音楽とか、すげーっていう音楽を作るっていうのを結構心がけてますね。文塚はできても音楽の基礎がじゃあできているのかといったらそうでもなかったし、4年生の大学に行って失敗すれば就職きちんとして会社員になってとかいうことができるように保険つけながらこうやってほしかったけど、耳コピーでよく即興でこう弾いてたんですよね。それをなんか弾いてた感じですかね。全然楽譜とか読めなかったんですけどちょっとペダルがいかないのか、ハモネプが当てたんですよね。ちょっと勘弁したんでしょうね一生懸命覚えて、そうそう、最初はでもほんとそんなね、うん、もうなんか全然でもでしたよ。小学5年生の時にハモネプって番組を初めて見たんですけど、その時に男性が6人並んでてマイク持って歌ってるんですよ。一人でいいんじゃないかなって勝手に思ってたら、なんと楽器を使ってない、その時にアカペラでこれやってますって言ってて、あ、こんなに人間の声だけで音楽ができちゃうんだ。しかもその音楽がもうすごい、なんか今まで感じたことのないようなこう感動だったんですよ。見て1時間ぐらい練習部屋でして、お母さんに見てって言って店に行って、うん、もうちょっとさっきより上手くなったねみたいなお母さんに言ったじゃん。でそれで多分ハマる、もっと上手くなるわけじゃん。お前勉強に来たよって、そうそう、早いのが分かった。あとトランペットなんか、あ、トランペットとかね、ちょっとね、ちょっとちょっと、高校1年生の5月とかにもう入学してほんと1ヶ月ぐらいの時に、その友達2人がやってたんですよ。ボイスパーカッションとかビートボックスをやってて、僕はその時ボインパっていうのしか知らなくて、そしたらマサルがいやビートボックスすごいって言って、海外の人のね、うん、ビートボックスやってる動画とか見せてもらって、ボインパが上達していった経緯で言うと、その動画見てこれ2人でこれやばいねかやばいねっつって、学校のトイレとかでオフ出してハモネプの話とかで盛り上がって、昔のハモネプとかやっぱ見てたんで、みんながそれでやれるんじゃないってちょっと半分冗談半分本気で話してて、そこからもじゃあやろうよって言って集まって、そういうこともあってよりこう音楽の道で行きたいっていうのは僕の中でも強まったし、ワン、ツー、スリー、青春の胸そうですね、反対しました、うん、確率的な問題です。音楽で生きていける人が世の中の比率でどれぐらいいるんだって、だけどこの人はその時にも最短距離で行きたいんだっていう話を先にしてました。好きなことはもう絶対できるまでやるで、自分が決めたところまで絶対やるっていう性格なので、半分は認めてたとこはあると思う。I want to win the beatbox battle wild card.僕のことを応援してくれてる人が、この大会に挑戦した方がいいよ、君ならできるからって言って、カメラを東京にいる人だったんですけど、東京から福岡に送ってくれて、でも送ってもらったからにはもうやるしかない、そう、もうこれは撮ろうと思って
でそれが最初ここにカメラを置いて最初撮ってた動画、実はこういう角度だ。また大山く入っちゃうんですけど、どう見てもトップだろうって思ってたんだけど、で回数もうもうダントツやったね。そうそうそう、結果は5位にも入ってなくて、確か炎上したんだよね、うん、でもそれだから逆に動画が見られたっていうのもあって、あ I go to New York I play beatbox about the other amateur night。ニューヨークに行ったのは2つ目的あったのが、そのアポロシアターっていうのと、ストリートでパフォーマンスやってどのぐらい人が泊まって見てくれて楽しんでくれるだろうかっていうとこ、まあ、その時そんなにあんまりお金を持っていかなくて、実は行ったら最初に白タクに乗ってしまって、タクシー乗っちゃって300ドルぼったくられたっていう経験があるんですけど、もうこれはこっちで稼いで宿代をなんとかするしかないってなったんですよね。パフォーマンスやったら10分で37ドルぐらい入ったんですよ。なんとかやっていけるかもしれないってその時思って、トップドッグっていうのが出ます。なんと半年に1回っていうすごい大会なんで、すごいまあ怖いんですけど、でも楽しんでいきたいと思います。1回戦実は僕は負けて、その時はもうちょっと、もう日本帰れないって思いましたねそしたら敗者復活戦があって、その時に僕は YouTube を使ってもうこういうことをやってるんだけど、ここに投票してくれっていうのを言ってるんですよ。そしたらそのすごいなんか票が集まったみたい で、そのアポロシアターの人もその君の YouTube はすごいみたいな言ってたんですよね。そういうまたなんか YouTube とか使ってそういうとこを目指すっていうのはまた新しいやり方だみたいなのを言ってて、でそれでなんと2回戦に進むことができたんですよ。今思ったら別にズルでもないと思うんですけど、そのみんなも それぞれ多分 SNS 使ったり自分の友達から票入れてとかやってると思うんで、でもなんかその時の僕はなんかせっこいなって思ってました。自分が思っている以上にそういう影響があるんだってのは驚きましたね。ヒューマンビートボクサーの大地です。アポロシアターの結果は3位でした。今回1位になれなかった悔しさもあるんですけど、この年間の大会でここまで日本人が来れたのも初めてっていうのもあって、日本人でも通用するんだっての自分で作品はちょこっと上げてたんですよね。でもそのブログ的なものを初めてニューヨークで撮ってやりましたね。でやっていくとそのやっぱコメントとかを見て、あこういう更新をしていくのも本当面白い、なんか作品だけじゃなくてそこで人とのコミュニケーションが生まれるのってちょっと面白いなって。まずはその週一更新でいろんな作品をアップしてみたんですよね。そのビートボックスの技を見せるんじゃなくて、これを使ってじゃあなんかちょっと可愛いキャラクターのこれをの曲をやったらどうだろうとか、でいろんなジャンルにちょっと焦点を当ててみて、ここでいろいろトライしましたね。なんかね、ご飯にトマトを入れるだけでご飯ができちゃうという。求められてることをやることがやりたいっていうのもちょっとあって、僕はまあ音楽が自分の中でまあ得意だなとかビートボックス得意だな、それが人にとってすごい楽しんでもらえるものなんだなって思った時にこの仕事を選んだので、
ボイパをいくら同じこと何回繰り返してもっていうのも分からんじゃないけれど、あんまりくだらないのは出してほしくないなという気持ちは、うん、泣きにしもあらず。やっぱまずはその見てくれる人を増やす、見てくれた人の満足度を高めるってところですね。でそこにさらに最終的には僕のやりたいことを注ぎ込めたらいいなっていう感じですね。あれこそば言うよね、大地が話しとるとき大地じゃないですよ。いやそう、あれ大地だけど、大地ビートボクサーなんです。そうそうそう、あれはね、大地じゃない、ね、あれ大地じゃない。もうそうね、売れるか売れんかは別として、やりたい音楽はしっとりやってほしいなとは思う。